離乳食レシピを紹介するよ。かつおだしは7、8ヶ月頃から使うよ。今日はこちら、いろんな料理に使えるかつお節のだしを取ります。 600cc のだしを取る分量だよ。水 660cc とかつお節 12g を用意してね。鍋に水を入れて火をかけます。沸騰したら花かつおを一度に加えます。花かつおを加えたらすぐに火を止めて、かつお節が沈むのを少し待ちます。沈んだらざるなどでこします。こすときのポイントはありますか？はい、こすときは強く絞らないようにしましょう。強く絞るとえぐみが出て美味しいだしになりません。絞り方はこんな感じ。勉強になるなあ。出来上がったのがこちら。綺麗な琥珀色をしているなあ。かつお節のだしは7、8ヶ月からの離乳食に使いましょう。家族の料理にも使うと美味しい料理が出来上がります。だしは製氷皿を使って冷凍保存しておくと便利だよ。冷凍保存バッグを使うのもおすすめなんだ。皆さんもぜひ挑戦してみてね。